ルイーザ・メイ・オルコットは、アメリカの小説家、短編小説の作家、そして、若草物語とその続編、続、若草物語、第三、若草物語、第四、若草物語の著者として最もよく知られている詩人。ルイーザ・メイ・オルコットは、著名な超越主義者であるエモス・ブロンソン・オルコットと、アビー・メイの娘であり、現在のペンシルベニア州フィラデルフィアの一部である。 ジャーマンタウンに生まれた。一家は1844年にボストンへ移住し、そこで彼女の父は実験学校を設立し、またラルフ・ウォルド・エマソンやヘンリー・デビッド・ソローラと共に超越主義者クラブに参加している。オルコット家族は経済的困難に苦しんでおり、幼い頃から家族を支援するために働いている間、彼女は執筆でも解決の糸口を探した。 彼女は1860年代に彼女の執筆で決定的な成功を収めるようになった。彼女はキャリアの早い段階でエイム・バーナードなどのペンネームを使用し、その名で情熱と復讐に焦点を当てた大人向けの馬鹿げた短編小説やセンセーション小説を書いていた。 1868年に公開された若草物語は、マサチューセッツ州コンコードにあるオルコットと家族の家、オーチャードハウスを舞台にし、彼女の三人の姉妹、アンナ、オルコット・プラット、エリザベス・スューアル・オルコットとアビゲール、名、オルコット・ニア・リカー、との子供時代の経験に基づいている。この小説は、当時好評で、今でも子供から大人まで人気がある。 舞台、映画、テレビに何度も上演され、映像化されている。オルコットは成長するにつれて、奴隷性廃止論者、フェミニストとなり、一生を見込んで通した。彼女は、生涯を通じて、禁止運動や女性参政権などの改革運動に、積極的に取り組んだ。彼女は、父親の死の2日後、1888年3月6日に、ボストンで、脳卒中で亡くなった。 ルイーザ・メイ・オルコットは、父の33歳の誕生日に、ペンシルバニア州、今は、フィラデルフィアの一部になっている、ジャーマンタウンで、1832年11月29日に生まれた。彼女は、超絶主義者で教育者のエーモス・ブロンソン・オルコットと、ソーシャルワーカーのアビー・メイの娘であり、4人の娘の2番目だった。アンナ・ブロンソン・オルコットが長女で、 エリザベス・セウォール・オルコットとアビゲール・メイ・オールコットは二人の末っ子だった。子供の頃、彼女は男の子のゲームを好むお天ば娘だった。家族は1834年にボストンに引っ越した。ここで、オルコットの父親は実験学校を設立し、ラルフ・ワルド・エマーソンとヘンリー・デイビッド・ソローと共に超越クラブに加わった。 教育に関するブロンソン・オルコットの意見と子育てに関する厳しい見解、そして精神的な不安定さの要素は、超絶主義者の目標である完璧を達成したいという願望を持って若いオルコットの心を形作った。オルコットの野蛮で独立した行動に対する父の態度及び彼の家族を養うことができないことは、ブロンソン・オルコットと彼の妻と娘の間に対立を引き起こした。 アビゲールは夫が自分の犠牲を認識できないことに憤慨し、彼の無視良さを性の不平等というより大きな問題に関連づけた。彼女はこの認識と女性に犯された過ちを是正したいという願望をルイーザに伝えた。1840年に学校でのいくつかの挫折の後、彼女の家族は マサチューセッツ州コンコードのコンコード川沿いにある広さ2エーカーの土地に立つ小屋に移り住んだ。彼らが借りたホスマーコテージで過ごした3年間は、のどかなものと表現された。1843年までに、オルコット家は、コンソシエート家の他の6人と一緒に、1843年から1844年にかけて、ユートピアのフルーツランズコミュニティに短期間移動した。 ユートピアのフルーツランズが崩壊した後、彼らは賃貸部屋に移り、最後にアビゲール・メイオルコットの相続とエマーソンからの財政的支援を受けて、コンコードの家屋を購入した。彼らは1845年4月1日にヒルサイドと名付けた家に引っ越しましたが、1852年にナサニエル放送ーーに売却されて、放送音はウェイサイドと改名した。 30年間で22回移動したオルコット家は、1857年に、再びコンコードに戻り、1858年の春に2階建ての、下見板張りの農家である、オーチャードハウスに引っ越した。ルイーザ・メイ・オルコット・オルコットの初期の教育には、ウォールデン池での彼女の時間に基づいて、ソローのフルートを書くように彼女にインスピレーションを与えた自然主義者、 ヘンリー・デビッド・ソローからのレッスンが含まれていた。しかし、彼女が受けた教育のほとんどは、厳格で自己否定の甘さを信じていた父親からのものだった。彼女はまた、ラルフ・ワルド・エマーソン、ナサニエル・ホーソーン、マーガレット・フラー、ジュリア・ワード・ハウなどの作家や教育者からいくつかの指導を受けている。これらは全て家族の友人である。彼女は後に、 超越的な野生のオート麦と題された新聞のスケッチでこれらの初期の年月を説明している。スケッチは銀の水差しという短編集に収録された。これはフルーツランズでの素朴な生活と高媒な思想という家族の実験に関連している。貧困のため、オルコットは幼い頃から教師、お張り子、知事、家事手伝い、作家として働く必要があった。 彼女の姉妹はまた彼らの母親がアイルランド移民の間で社会福祉を引き受けている間お張り子として働いて家族を支えた。最年少のアビゲールだけが公立学校に通うことができた。これらすべてのプレッシャーのために執筆はオルコットにとって創造的で感情的な裁け口になった。彼女の最初の本はラルフワルドエマーソンの娘であるエレンエマーソンのために 最初に書かれた物語のセレクションである、花のおとぎ話だった。オルコットは、私が金持ちで、よかった、そして今日一日みんな幸せな家族だったらいいのにと、言っていると言われている。オールコット is quoted as saying I wish, I was rich, I was good, and we were all a happy family this day。そして貧しくならないよう日々追い立てられた。1847年。 彼女と彼女の家族は地下鉄道の駅長を務め、逃亡奴隷を一週間隔前、フレデリック・ダグラスと話し合ったオリコットは、1848年女性の権利について討議するために開催されたセネカ・ホールズ大会で出された女性独立宣言とも言われる書簡の宣言を読み、マサチューセッツ州コンコードで教育委員会の選挙に登録した最初の女性となった。 1850年代はオルコット家にとって困難な時期であり、1854年にルイーザはボストン劇場で慰めを見出した。彼女はその劇場を舞台に誰がどの訳を演じるかで二人の女優がしのぎを削るというライバルの女優たちを執筆した。これは作家としてのキャリアの中で初期の彼女が書いた戦場小説の一つである。 1857年のある時点で仕事を見つけることができず、そのような絶望に満ちていたオリコットは自殺を考えるまでに追い詰められた。その当時に彼女はエリザベス・ギャスケルのシャーロット・ブロンテの伝記を読み、彼女自身の人生と多くの類似点を見つけた。1858年、妹のエリザベスが亡くなり、姉のアンナはジョン・プラットという男と結婚した。これは、 オルコットにとって彼らの姉妹関係の崩壊であると感じられた。ルイーザ・メイ・オルコット大人としてオルコットは奴隷制度廃止論者でありフェミニストであった。1860年にオルコットはアトランティック・マンスリーに寄港するようになった。南北戦争が勃発した時、彼女はワシントン DC のジョージタウンにあるユニオン病院で百六十二年から百六十三年。 六週間看護師として働いた。彼女は看護師として三ヶ月間奉仕するつもりだったが、途中で蝶チ不スにかかり、最終的には回復したものの、瀕死の症状を経験した。彼女の手紙は、ボストンの奴隷制反対紙、コモンウェルスで改訂及び公開され、病院のスケッチとして著作に収められ、彼女の観察と、 ユーモアに対する最初の批判的な認識をもたらした。これは彼女の最初の本であり、彼女の軍隊の経験に着想を与えられたものであった。彼女は病院の管理ミス、遭遇した下界の無関心と冷淡さ、そして戦争を直接見たいという彼女自身の情熱について書いている。彼女の主人公、トリビュレーション・ペリウィンクルは無くから成熟への道を示し、 真面目で雄弁な目撃者になっている。彼女自身の経験に基づく彼女の小説、ムーズも、前と有望だった。看護師としての奉仕の後、オルコットの父親は彼女に、ルイザメイオルコットへ、父親からという心からの詩を書いた。この詩は、彼女の父親が、看護師として働き、負傷した兵士を助け、彼らの家に歓声と愛をもたらしたことをどれほど、 誇りに思っているかを語っている。彼は彼女が無視の忠実な娘であるために彼の心の中にいると彼女に伝えて死を終える。この死はルイーザ・メイオルコット、彼女の人生、手紙、日記と彼女の子供時代と父親との親密な関係について語っているルイーザ・メイオルコット、子供たちの友人に取り上げられている。 1863年から1872年の間に、オルコットは、ザ・フラッグ・オブ・アワー・ユニオンなどの人気のある雑誌や、論文に少なくとも33編のゴシックスリラーを匿名で書いた。これらの作品は1975年になって、ようやく再発見されるようになった。1860年代半ばに、彼女は、英語の作家ウィルキー・コリンズや、 メアリー・エリザベス・ブラッドンのものに似た情熱的で燃えるような小説や戦場的な物語をエイム・バーナードという匿名で執筆した。これらの中には長い致命的な愛の追跡やポーリンの情熱と罰がある。彼女のこれらの本の主人公はコリンズやブラッドンの本のように強く、賢く、そして毅然としている。彼女は子供向けの物語も執筆し、人気が出てからは、 大人向けの執筆に戻ることはなかった。彼女が書いたその他の本に、ジュリアン・ホーソーンが書いたのではないかと言われている、中編小説、現代のメフィスト・ヘレスと、半事助伝的な作品がある。キャサリン・ロス・ニッカーソンは、エドガー・アラン・ポーの、モルグガイの殺人や、他のオーギュスト・デューパンの物語に次ぐ、アメリカ文学における、探偵小説の最も初期の作品の一つを、 1865年のスリラー、V、V、あるいはプロットとカウンタープロットで作ったとして、オルコットの功績を認めている。オルコットによって匿名で発表された、この短編小説は謎の女性が彼の婚約者といとこを殺したことを証明しようとするスコットランドの貴族を主人公にしたものである。事件を担当する刑事。 アントワーヌ・デュープレは犯罪を解決することよりも華々しい大団円で解決策を明らかにすることの方に関心があるポーのデューパンのパロディーになっている。オルコットは若草物語の最初の部分を発表してさらに多くの文学的成功を勝ち取った。これはマサチューセッツ州コンコードで彼女の姉妹たちと過ごした子供時代をもとにした中間自助伝的な物語で ロバーツブラザーズから出版された。オルコットはヨーロッパ旅行からボストンに戻った時、彼女は雑誌メリーズミュージアムの編集者になった。ここで彼女はトーマス・ナイルズに出会い、彼は特に女の子向けの本を作るように求め、小説のパートアイの執筆を奨励した。俗若草物語のパートに、または第二部、別名、良き妻たちは、 マーチ家の姉妹のお話に続いて、成人期と結婚のエピソードに入っていく。第3話格差物語、リトルメン、1871は、若草物語の第2部の結末で、ジョーが夫のワール教授と設立した、プラムフィールドスクールでの生活について、詳しく物語る。最後に、第4話格差物語、ジョー、S ボーイズ、1886が、 マーチサーガを完成させた。ルイーザ・メイ・オルコット記念切手、1940年、若草物語で、オルコットは彼女自身をもとにして、主人公のジョーを描いている。しかし、ジョーが物語の終わりに結婚するのに対して、オルコットは、彼女の生涯を通して、独身のままであった。彼女は、ルイーズ・チャンドラーモ・オルトンとのインタビューで、自分の未婚の理由を、 こう説明している。私は自然のいたずらで女性の体に男性の心が入ってしまっているみたいなものだと自分では半ば納得しているのです。というのも私は多くの可愛い女の子は好きになったことがあるのに男性とはこれまで一度もそんなことはなかったので。しかしヨーロッパ滞在中若いポーランド人男性のラディスラス。 ラディ・ウィスニエフスキーとのオルコットのロマンスは彼女の日記に衝実されていたが彼女の死の前にオルコット自身によって削除された。オルコットはこのラディが若草物語のローリーのモデルであることは否定している。同様にすべてのキャラクターはオルコットの生涯の人々とある程度類似している。ベスの死はリジーのことを反映しており ジョーの末っ子のエイミーとのライバル関係は、オルコットが時々名のライバル関係を感じていたためである。オルコットは結婚したことはなかったが、1879年の名の早すぎる死の後、名の娘、ルイザを受け入れ、その後の8年間は小さなルルの世話をした。若草物語の執筆に際して彼女自身の人生からエピソードを拾ってくるのに加えて、オルコットはまた、 姉妹の試練、現代のシンデレラ、ギャレットでを含む彼女の初期の作品のいくつかからも影響を受けている。これらの短編小説や詩の中の登場人物は、オルコット自身の家族と人間関係に加えて、若草物語やその後の小説の中の様々な登場人物のための一般的なコンセプトや土台のヒントを与えている。若草物語は好評を博し、 批評家や読者は、それが日常生活の新鮮で自然な描写で多くの年齢層に合うと受け入れられた。エクレクティックマガジンの書評誌は、それを6歳から60歳までのあらゆる年齢の若者の心に届く最良の本と読んだ。若草物語の成功で、オルコットは世間の目を避けるためにファンが彼女の家に押しかけてくると自自家の召し使いの フリをすることもあった。マサチューセッツ州コンコードのスリーピーホロー墓地にあるルイザ・メイ・オルコットの墓。エリザベス・ストッダード、レベッカ・ハーディング・デイビス、アン・モンキュア・クレーンなどと並んで、オルコットは金ピカ時代の女流作家グループの一人で、近代的で気取らない仕方で女性たちの問題を取り上げた。彼女たちの作品は、当時のある新聞のコラムニストがコメントしたように、 はっきりとした時代の印の中にあった。1877年、オルコットはボストンの女性教育産業連合の創設者の一人になった。1879年に妹の名が亡くなった後、ルイーザはルイーザにちなんで名付けられた名のルルの世話を引き継いだ。オルコットは晩年に慢性的な健康問題に苦しみ、これにはめまいも含まれている。 彼女と彼女の初期の電気作家は、彼女の病気と死を水銀中毒に返した。南北戦争中、看護師として働いていた間、オルコットは腸チ,チフスにかかり、水銀を含む化合物で治療を受けた。オルコットの病気についての最近の分析は、彼女の慢性的な健康問題が、水銀暴露ではなく、自己免疫疾患に関連している、可能性があることを示唆している。しかし、 水銀は自己免疫疾患の引き金としても知られている。オルコットの1870年の肖像画は、彼女の方を横切って、鼻にかけて赤い後半、おそらく腸の発疹があるのを示している。これはしばしば狼草、今でいう全身性エリテマトーデスの特徴とされるものである。しかし、しっかり診断に利用できる決定的な証拠があるわけではない。オルコットは、 父親の死から2日後の1888年3月6日、ボストンで55歳の時に脳卒中で亡くなった。ルイザの最後の基地の言葉は、それは、随膜炎ではないかだった。彼女は、現在、オーサーズリッチとして知られている、丘の中原にある、エマーソン、ホーソーン、ソロウの近くのコンコードにある、スリーピーホロー墓地に埋葬されている。ルイザが亡くなった時、 彼女の命のルルはたった8歳だった。彼女はアンナオルコットプラットによって世話をされ、その後ヨーロッパで父親と再会し、1976年に亡くなるまで海外に住んでいた。ルイザは長い散歩やランニングをすることについて彼女の日記に頻繁に書いている。彼女は若い女性の読者にも走ることを奨励することによって、ジェンダーに関する。 一般的な社会的規範に挑戦した。オルコットのマサチューセッツ州コンコードの自宅、オーチャードハウスは、彼女が家族と共に25年間、そこに住み、若草物語がそこで執筆され、1868年に完成された場所であるが、1912年から歴史的な博物館となって、公教育と歴史的保存に焦点を当てて、 オルコットに敬意を表している彼女のボストンの家は、ボストン女性の歴史的遺産トレールのコースに加えられている。ハリエットレーセンは、ルイーザ・メイ・オルコット、リトル・ウーマンの背後にいる女性を描いた。これは後にナンシー・ポーター監督の PBS ドキュメンタリーとなった。2008年に、ジョン・マットソンは、エデンの追放者、ルイーザ・メイ・オルコットと彼女の父の物語を執筆した。これは、 ピューリッツァ賞の電気部門に輝いた。ルイーザ・メイ・オルコットは1996年にナショナル・ウーマンズ・ホール・オブ・フェーム入りをしている。ソースアーカイブされた資料その他。ありがとうございます。